しないといけないですよ。診断？うん。俺でも明後日にしようと。まあでもほら店長やれって多分言ってたし。明日の人の仕事じゃないの？また怒られますよ俺も。めんどくせえやるか。どうでした？すいません。ベタベタ触らないで。ダーキ増えましたね。あいつ前もいたよ。マジかよ。あ、すいません中丸さん、お疲れ様です。自分上がる時間なんで。もう終わり。え、いいな。お疲れさしてー。あ、佐々木くん。お疲れ様です。あ、もう終わりだっけ。あ、お疲れ様してー。あ、ごめんちょっとさ、お疲れだったけど。はい。なんすかこれ。え、こんぐらいしかでき、あ、で誕生日じゃん今日。誕生日おめでとう。あー。あ、誕生日か。え、なに、え、忘れてた。いや、忘れてるっていうか、あんまりこの年になって意識して生きないでしょ。だって LINE のに出てきたよ。あ、そうですか。それね。いや、ありがとうございます。全然。うわ、これ、おはようございます。全然。じゃあ、そんぐらいしかできないけどさ。これ、せっかく、あと使わせてくれるんじゃね。今度、飲み行こうよ。本当ですか、いいのに。ありがとうございます。あ、そう、誕生日があるし。おめでとう。ありがとうございます。いや、知ってたよ。いやまあ、いいし別に。いや、どのタイミングで言おうか迷ってて、そのメディア。あ、そうですか。まあ別にね、そんな男がね、男の誕生日言われちゃったわけだね。いや、ほんとに。あ、で、誕生日だから、今日、ショップでなんか買ってあげようかなと。いいっすよ、それ気ぃつかなくて。ほんとに。いや、ほんとに。ありがとうございます。あれ、正しくってか、いくつ今。いくつだっけな。いや、自分の年でしょ。いや、店長まだ分かんないと思いますけど、30越したらね、なんかもうどれもいいんですよね。いくつだっけな。確かにそっか。だってなんかたまに自分の年齢分かんなくなる時あるもんな。いや、ありますよ。確かに。まあ、そっか。いや、すいませんね。全然。え、何がいい？はい。全然、ポケコ、いや、あれ、やってんだよ、ポケコでも。また、話は遊戯王だなと思って。一応遊戯王。あ、すいません、じゃあ、すいませんね、店長が名前もらって。中村さん、ありがとうございます。すいません。いや、本当に。おい、言葉だけでも全然嬉しいですよ。いや、言葉だけじゃなくて、本当に今日、どのタイミングで言うか。この時間で誕生日か。ありがとうございます。じゃあ、すいません、お疲れ様でした。持ってくるよ、今度、誕生日。持ってくるわ。いや、本当に知ってて。ええ、俺に言われても。誕生日だな。分かった。でも、すり合わせってなんか、やればよかったですね、じゃあ。ああ、ごめんな、じゃあ。ごめん。俺が、そっか、ごめんな。ああ、いや、そういう意味じゃなくて、タイミングとかあれ考えてやってればよかった。ちょっと俺、在庫整理してくるわ。はい。あ、本当に持ってくるから、田無。いらっしゃいませ。いや、店長、おなご詰め合わせって、学生じゃねえんだからよ。でも、感謝しますよと。定期。はい、お電話ありがとうございます。黒船ペロペロライコでございます。すいません、ちょっとお願いします。はい。ユーマです。ああ、はい。はい、いつもありがとうございます。はい。すいません。はい。ペロペロ黒船ライコさんって、はい。確かの誕生日クーポンみたいなのありますよね。ああ、ございますね。
今日の私誕生日でして、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。あの、どんな感じでしたっけ、内容って。そうですね、オプションの方が2つまで、無料とさせていただいておりまして、はい、でお値段の方から 30% 引きさせていただいております。なるほど、はい、それ使わせていただいてもいいですかね。かしこまりました、ありがとうございます。そしたら、あの、女の子があった時にでいいんですけども、はい、なんか身分を証明するものがあれば。あ、わかりました。そちらの保険証でも大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です、わかりました。じゃあ、はい、はい、どうしましょう、ご指名とかは。あー、まあ、指名フリーでいいかな。フリーで大丈夫ですか。え、いや、だって指名料かかっちゃうでしょ。一応指名料の方も、はい、お誕生日からは、はい、無料とさせていただいております。ありがとうございます。じゃあ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、すいません、お待たせしました。はい、椿さんで。椿ちゃんですと、はい、今からですと1時間後ぐらいのご案内になるんですけども。時間か、そうですね。じゃあ、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、それではお待たせしました。はい、トムちゃん。トムちゃん、あ、はい、あ、すぐのご案内可能でございます。ありがとうございます。はい、あ、で、これオプションって2つまで、はい、これ何のオプションでもいいんでしたっけ。そうですね、はい。本当ですか。そしたら、はい、ペロペロ黒船唾液ローションと、はい、唾液ローションと、はい。あとは、ちょっと待ってくださいね。はい、清水パンツ。パンツとお持ち帰りで。かしこまりました。はい。はい、こちら付けさせていただきます。はい。そうしましたら、そうですね、はい、ホテルの方着きましたらまたご連絡をください。はい、わかりました。はい、失礼いたします。はい、失礼します。いい誕生日になりそうだな。先に言っとくから。ハッピーバースデー自分。なんか誕生日だから取り切ってみたけど、うめえな、いつ食っても。そのトムちゃん、英語だったな。あんなに出るかね、ツバ。パンスとも。店長からもらったこれとトムちゃんのパンストで今日あと3回いけるな。いい誕生日だな。あれ、すいません、ちょっと今からね、いろいろ作業するんで部屋入ってこないでくださいね。まあ、なんかちょっと食事みたいなことするんで。思ってんの。いいって、そんなケーキとかさ。何？チキも焼いてんの？いくつだと思ってんだよ。作って買ってきてくれたんでしょ？あ、お父さんお帰りなさい。お、ありがとうございます。はい、誕生日で。お父さんのケーキ。お、じゃあ、まあ、今で食べようかな。あ、おばあちゃんもありがとうね。おお、ペロペロペロ、誕生日になったんだよ。じゃあ、すいません。三十何歳でしたっけ、ね、忘れちゃいましたけど、じゃあ、わかりました。え、抱負？まあ、元気に楽しく生きれればいいかな。あ、お父さんすいません。あの、頑張って、はい、自立します。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30